てはて、問題のトラックショップ Z 井上に来たんですけど、入れんのかな、入れる、これドキドキ。いや、これ左折でそのまま入れるよな。よ、いけるかな。あ、大型トレーラー OK って書いてますね。ここまで頭持ってって三軸でも足上がってても入れますね。まあなかなかどこ止めようかな。そうですね、奥がいいですね。奥か、止めましょうか。トラックショップ Z に入ってきましたよ。奥か、止めらんとダメですね。よっ、初めてのとかバックは緊張します。昼寝してますね。なんか寝てる人もいてますね。ちょっと寝てるからあんまりピーピーね、バックしてたらね、近所迷惑なんで、ね、アイドリングストップって書いてますね。よし、ちょっとアイドリングを止めます。で、その前に休憩で、ちょっと窓透かしといて、初めて鈴鹿のジェット井上さん来ましたね。ちょうど今お昼なんですよね。で、結構アイドリングストップで、皆さんね、エンジン切ってるからね、結構静かな感じ で向こうの方でもね、トラック寝てるドライバーさんおるんでね、あんまり大きい声出されへんのでね、ちょっとね、お店の方ちょっと行ってみたいと思います。ほんで、あとちょっとトイレね、僕ちょっとトイレ我慢してるからトイレ先行きたいんですよ、ね、いい天気っす。車のエンジンは停止されていますかとかですね、ですです。いや、ずっとねあれなんですよ、この看板見て行きたかったんですけど、なかなかね立ち寄る時間がなかったね。いらっしゃいませ、ごゆっくりどうぞということですね。はい、よいしょ、行っていきましょう。お買い物ですね。ちょうどお昼時なんですよね。はい、今ね、鈴鹿のね、ジェット井上さんにね、今来てるんですけどね、一応まあ、中の撮影も OK ですよっていう許可いただいたんで、中、ちょっと見ていきましょう。こんな感じでね、いや、かっこいいなんか、アンドンとか、いっぱいありますよ。だから、デコトラとか乗ってる人、すごい好きでしょうね、これね。僕ね、ちょっとね、ハンドルカバーがね、欲しくてね、ちょっと、立ち寄ってみたんですけどね。こうやって見るとなんか他のものもなんか欲しくなりますね。テールランプで、ちょっと一通りちょっと見てみましょう。とりあえずハンドルカバーを探しましょう。広いですね。あ、これホイールキャップですね。うわー、
ホイールキャップだけでこの数すごいですね。ホイールキャップどこでしょう、これマーカーとかですね。マーカー、マーカーがいっぱい売ってますね。トラックマーカーね、広いから迷子になります。あ、洗車道具とかも売ってますね。これモップ1100円ですね。これいいですね。洗車道具いいですね。あ、これなんか昔僕車につけてたやつがここに売ってますね。飾りがね、エステマ乗ってた時にこれつけてましたね。あ、なんかこれ可愛いですね。あ、これあれですね、多分アンテナの、ラジオのアンテナの先につけるやつですね。本で見たことありますね。これだよな、これつけたら怒られるかな、会社の機関のこれだけど分からへんけどね、多分あかんかなこれは。で、ハンドルカバーどこ、あ、ありましたね。うわぁ、ハンドルカバーがいっぱいですね。あ、これ小さい方ですね。大型トラックのやつは多分こっちなのかな。うわ、すごっ、これ全部ハンドルカバーっすよ、やば。よくあの宇佐美とかでね、あのハンドルカバーね買おうかなとか思って見るんですけどね、やっぱ種類がね、やっぱ宇佐美やっぱちょっとしか置いてないじゃないですか。やっぱこう、やっぱトラックショップに来たらやっぱこんだけの品揃えがあるんですね。僕ね、こんだけやったら逆に悩みますけどね、何しようかな。とりあえずね、多分赤なんですよね。赤がいいなと思うんですけど、赤は赤でもそのトラックに合った色にやりたいんですけどね。あ、これすごい、これなんすか、これ、これすごいですね。これあの竜ですね。これシェンロンみたいになってますね。これへえ、こんなんあるんですね。すごっ、よっこいしょ、初めて見たこのハンドル。色的にはこれ、この色もいいなと思うんだけど、このちょっとツヤ入ってカーボン入ってるやつ、これね、このカーボンの色、これはちょっと明るいかな、どうやろうな。これどっちがいいと思いますか、分かりにくいですかね。赤は赤でもちょっと違うんですよね。いや、ちょっと待ってよ、これこういう赤もありますね。ワインレッドでちょっとラメが入ったこれ、ちょっと暗いかな色が。もうちょっと明るめの方がいいでしょうね。これどうすか、これ、これとこれ。いや、これ実際でもトラックと合わせてみなんて、ちょっと色のあれが分かんないですね。でもこの色初めて見ましたね。ハンドルカバーでめっちゃ悩んでおられます。ちょっと赤、これちょっと紫っぽい感じですね。この色かな。やっぱでも自分の気に入ったやつが一番ええと思うんやけどな。まあ、間違いなくこれではないな。こんな感じのトラックではないから違うな。これはあれですね、お店の人にちょっと選んでもらうっていうのも一つの手ですね。一応2つ選んだんですけど、僕の中ではこの2つかなと思うんですけど、こっちが明るい方で奥がちょっと濃いワインレッドでカーボン、これちょっと迷いますね。ちょっとお店の人にちょっと相談してみます。今ちょっとね、店員さんにね、ちょっとね、一緒に見てもらおうと思って、ハンドルカバーのその色なんですけど、ちょっと赤は赤でも僕のんってちょっと色濃いじゃないですか。で、ちょっと合わせてもらおうと思って、このちょっと濃いめの赤なんですけど、これちょっといいですか。これとこれなんですけどね、これとこれを、ちょっとすいません。どちらが合うと思いますか。ラインに合わせる感じです。そうですね、なんか
こっちが薄くてあっちの奥に行けばちょっと濃いんですよ。まあ、実際ちょっと開けてみたらこんな感じで、ああこれちょっとこっから見たら、あえなんか意外にいける感じですね。いい感じだと思います。もう一つ行けますか。すいません忙しいところ、いいありがとうございます。全然大丈夫ですよ。すいません。ありがとうございます。あーちょっとキラキラ感がありますね。わー微妙っすね。こっちの方がなんとなくいいような気がしますね。どっちですか。こっちの初めの方ですか。そうですね。あーなんかちょっとキラキラしすぎっすかね。あ、わかりました。ってことでこっちにします。はい、僕も多分どっちか言うとこっちの方がまだいいかなと思ったんで、はい、これを購入いたします、はい、ありがとうございます。これちょっと僕の名刺なんで、はい、ありがとうございます、はい、これで、はい、よいしょ。これ45センチのこれを買います。はい、はい、お願いします。やっと寄れました。5250円になります。5250円。あ、だからもうちょっと6000円からでお願いします。はい、あ、ここに猫がいてます。にゃんにゃん。スタンプカードお持ちじゃないですか。あ、ちょっと初めて来たんで、もしよかったらスタンプ、はい、お願いします。あ、はい、ありがとうございます。有効期限が最終購入日から1年間になりまして、はい、2000ごとに1ポイント貯まっていきますね。あ、ありがとうございます。10ポイントごとに1000円引きになりますので、ご利用ください。あ、ありがとうございます。はい、ゲットしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。トイレは壁沿いの裏側にありますね。ここにトイレが外にありますね。店内ではなくて外にトイレがあります。あそこは整備工場ですかね。うん、ね、ジェット井の上。はい、いや今日はいい天気ですね。もう空がめちゃめちゃ綺麗ですよ。空がね、いい感じで。はい、サムネイルになんか一個欲しいな。このジェット、本当はここに並べたかったんやけど、ね、トラックをこうトレーラーを斜めにして、ここあってジェットの後ろに止めたかったんやけど、まあそれはさすがにやったらあかんかなっていうことでね、やめてきますけども、はい。はい、このハンドルカバーを買いました。ゲットしました。この色ですね、これね。よし、このハンドルカバーをね、またねつけていきたいと思います。装着。はい、ということでね、鈴鹿のジェット井上さんでね、このぶっ飛んでたこのハンドルカバー、キラキラの買いました。この色が、一番トラックのねお色に合ったっていうことでね、店員さんと一緒に選んでいただきましたね。で、ハンドルのカバーの付け方のねコツも教えてもらったんですけどね、それもねまたね、後で付けていきたいと思います。はい、でっかいっすね、やっぱトラックのハンドルってね。はい、まあ、装着例はまあこんな感じにはなるんですけどね。はい、こんな感じでね。はい、よし。出れないですね。タイミングが乗車止まってますね。
入るワゴマールがいてたんでね、いい感じだったっすね。ちょっとお電話です。